はい、どうもこんにちは、なっちでございます。本日は特殊降臨ラッシュですね。やっていきましょう。どんどんね、難易度が上がってるわけですね。特殊降臨ラッシュで明日がマシンラッシュくんのか、明後日かマシンラッシュ、北欧ラッシュ、中華ラッシュ気になるよね。ということで、あとこの4つはね、全部アルテミスで濃厚してないと思うんで、していきたいと思います。なんと全部アルテミスっていうね、3本動画全部アルテミス。これに関しては文句言われようがないからね。その例えばディアブロスを3本出したら、お前ディアブロスばっか使ってんじゃねえよって言われるし、あとは貴族性で言うとエニシとかね、使ってんじゃねえよって言われるけど、アルテミス使ってんじゃねえよって言われてもなんでってなるんでね。はい、ってことでいきましょう。すごい大変なんだここ。まずスカーレットが指短縮、まあこれターディスで消して、でノルディスの闇バインダー受けない、ボルスーンのあの変な目覚めはまあ仕方がないとして、リンシアが覚醒無効、これはオデドラで消します。で特殊仕様なんでレベルが上がりにくいと。でさらにガイノートがロックか、まあまあいろいろギミックがあるわけですね。頑張りましょう。ここは難しいと思うぞ。最初は相手も弱いんでね、いいんですけど。さあ33でいけるかな、やってみたいと思います。本当にこのダンジョンに関しては、支援玉ドラ集める時の周回パーティーでしかクリアしたことがないんで、ソロで挑むことすら初だと思われます。やばいんじゃない？クソゲーだよ。なんかあっさり負けると逆に気持ちがいいですけどね。さあさっきと状況が全く同じでございます。さっきも三組んでこうなったんで、同じことをしたら同じ目に遭うんじゃないかと思うけど、光が若干多いんで、ただ気半減なのかお前、汚いぞ。 OK、自分のまあ苦手属性を半減するよりかは太刀がいいのかもしれないけど、こっちからしたら迷惑だよね。さあこいつですよこいつ。まあこれは消せるんでありがたいんですけど、苦手属性だしな。スカーレットは少々重たい可能性がありますが、木の2面待ち、あそこに来るんだ。だからさ、よし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 、あーよくない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 、非常によくないこれ。コットン使ったらまずいもんな。これはね、クロノス使ったら色がない、コットンで下でパリンして奇跡を信じましょう。何が起きるか分かりませんが、なんか起きるんじゃねってことで、これだけでワンチャン倒せちゃったりするんじゃね。イエス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 。ただエンハンスを失ったんで笑えません。で水がありませんと、回復は消したくないもんね。なので闇と火、はい、遅延ね。まあまあまあ、確か遅延ばっかするんですよこいつ、減らさないと。勝手にやっとけって話なんで、こんなんでいけるか。7コンボは一応組めていた。めっちゃヒモキューが降ってくるんだって。ヒモキューもしくはデオキシス、色が完全にそれですよね。さあ次はブルーミーローズ、毒の目覚め入んのか、めんどくせえなー。まあただリンシアは嫌いじゃないんで、そんな悪くは言わないぞ。倒すぞ。木を2コンボしてやればいけるんではなかろうかと私は思っております。おおびっくりした、なんか重てえと思ったら。ちょっとぐちゃぐちゃしましたけど申し訳ありません。盤面もすごいぐちゃぐちゃでございます。
6めんどいぞこれ、想像以上に多いぞ、消せないもんね、デッキもないから、とりあえず毒1コンボだけ消して、これ困ったな、猛毒じゃないとはいえ毒は痛い、お邪魔すら作られて、次が続けるぞなんで先制はないから、ちょっとご利用してみたいと思います。アルテミスの目覚めがついてればね、何でしたっけ、なんだっけあいつの技、思い出せんわ、リターントゥーゼロか、あれも狙えますので、とりあえずこの人にはくたばっていただけない、あ絶対これ発狂する、ほーらどこどこどこどんって、音ゲーじゃねえんだって、一応待ってはみます、一応待ってはみますけど、やっぱ降ってくるんだなちゃんと、でこれはもしかするとなんで倒せないのよそこ、あでもこれはいけるかな、これはこんだけでいけるっしょ、さっきよりは削れましたということで、お疲れちゃん、お、しかも色がありますね、いいですね、我が海燃え盛っています、お前の海じゃないんだここ、なんか闘技場なんだ、雨は降ってるけどよ、闇をこうして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 こう、間に合わなかった、まあ、7コンボなったんでね大丈夫ですね、ガイノウツが、ガイノウツをどうにかしたい、君が問題なんだよね、君がオデトラも使わせておいて、さらにねあれもしてくるっていうね、毒も降らせるっていうね、毒を降らせるのだけ本当に勘弁してほしかったな、で色がない、ないが、しかしさっきより盤面はいいので、このまんまドカンとガイノート一発やっ、あーでもそうか、火が全部ロックなのか、なんてことを、これは挑戦もありかもしれませんね、もしかしたら、さっきと同じことになりそうなんですけど、まあダメージ与えとこう、全く同じ体力に調整されるってことはないと信じて、火は1コンボでいきます、光にしましょう、目標光属性で、あー水が欠損しそう、ちょっと待って、その落ち込みはなんだ、オッケー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 じゃないオッケーじゃない全然オッケーじゃない、何を考えとる、何を考えとるか、使うしかないな、足りねえじゃん、おい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 、こっち使う、こっちも一応使うか、足りねえじゃん、何やってんすかねこれ、列分待ってリフレクションレイ、え強いんだが、強いんだが、積んだんじゃないのこんなん、このダンジョンやっぱむずいよね。ドラゴンラッシュと同じ難易度じゃないんだって。壊滅級の中でもなんか段階つけようぜ、これ。釣り合ってない。回復降ってこない。フェンディルつけよう、これもう。こいつの使い方を見せましょう。ここは待ちます。だからさ、なんで降ってくるんです？ほら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 。ほら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 、これ今のはちょっともう今のはちょっと殺意、それ以前に欠損です、あ遅延受けましょうか、そうしましょう、
はい、ということでさっきと同じくいらない色を消して待ちます。全く降ってきませんね。ずっとこれすんならま逆によくねって思うんだけどね。1コンボ消します。よし、いけそう。ってことでちょっとコンボが不安ですがね、頑張りましょうか。これは落ちコン先輩ゲーになっちゃう気もしますが、色少な、今の闇落としたところで感があったしな。うーわ、うんちプラントとか言っとるぞこいつ、大丈夫か。これはどうなるんですかね、この先の彼の行動を知らないわけですが。あ、強くないな。ガイノート強すぎない？なんか4万とかあったよね。あの辺ならもうみんなレベル上がっとるし、別に強くしてもええやろみたいな、そんな感じ。とりあえずまあ吸収も入ってるわけだし、あ、またそこに入るんですね。そうするとこれだけで、もうこれでいく。7コンボ来ない、だがいける。よし、やっとですよ。ボル数にクソ苦戦しましたね。で、俺が来るんでここで使いますよ。進展の方向入ります。で、消します。これでね、もうね、毒の目覚め怖くないんで、ガイノートともまだやり合えるはずですね。ただ彼さっきなんかね、お邪魔ドロップをロックしたみたいなこと最後言ってたんで、お邪魔があると発狂するタイプかもしれません。だとしたらめんどくさいですね。ちょっとクソコンボすぎない？いろいろもったいなかったよ。やっちまった感がパない、やっちまった感がパないよこれ。倒せ。オッケー。よし。で、ここで、このロックが消えます。ただな、状況はそんな変わってないんだよな、戦いやすいだけで。まあ、目標は光ですね。やっぱり光にとりあえずして、なんでね、毎回うまいこと、あんな 30% 以下になるのかっていう、むしろ疑問ですよね。ああ、そうだ、それが来るんでした。これが来るんで、気吸収あるわね。これはあるわ。強い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 。なぜってぐらい強い。運営さん、この辺でみんながレベル上がりきっとると思ってますか？まだ30とかばっかですよ。3万ならいいんだよな。ただお邪魔があるとなんか嫌なんだよね、これ。絶対やばいんだよね。お邪魔があったらこいつ絶対普通ではいないと思うんだよな。まあ減らしすぎないようにこれぐらいのコンボで。だからさ、減らしすぎないようにって言ったじゃん。ほら、ギリセーフか。倒そう。とりあえずこいつを倒そう。やっぱお邪魔があるとロックとかして強いんだね。ゼローグはもうあれですよ、ターディスかなんか残っとりゃきっと。コットンちゃんが溜まりましたね。これはいけそうですね。今回はリターン2ゼロを安全狙います。大丈夫だよね、多分これがあればリターン2ゼロしてくると思うんで、多分ね。あ、水は消さん方がいいな。
欠損を考えて水は消さずに、それが来るよね。でここで倒せばいいと。いや大変でしたわ、強かったわ、普通に強いっていうか、まあ運がなかったとこもあるし、僕の動画って感じでしたね。いやこれはね、皆さんマルチでやりましょう。まあでもアルテミスだからきついってのもあんのかな。普通にコンボゴリゴリでいったら意外といけましたみたいな、まあ、そういう可能性はありますよね。はい、ドロップ率がひどいです。はい、ということで大変だよ、特殊降臨ダッシュ舐めてかかったらめんどくさいんで、皆さん頑張ってください。同キャラ入れないように気をつけてやってみてください。以上ナッチでございました。バイバイ。